アイモヨハンネス・ラハティアイモヨハンネス・ラハティは、フィンランド軍の技術将校。20世紀全般にわたり、フィンランド軍が使用する重火器の多くを設計、開発している。日本では、紹介時の語表記が定着し、通例、ラティ、または、英語読みで、ラーティと記述されている。1922年に、フィンランドでの短期間銃のプロトタイプである、オミ KP-22、 KP-26 を開発。KP-26 は、その後改良され、フィンランド軍の代表的な短期艦銃となった、スオミ KP-31 へ発展している。その後ラティは、ティッカコス機重機構廠に対し、KP-31 の製造権を売却。同工廠では、約8万丁もの KP-31 が生産された。 1926年に入るとラハティは、フィンランド軍の技術将校であったアルゴイサロランタ中尉とともにラハティ・サロランタ M1926 系機関銃を開発。最もサロランタ中尉は、初期の設計しか開発に関わっておらず、開発のほとんどは、ラハティが設計することとなった。あとに、ラハティ・サロランタ M1926 系機関銃は、 フィンランド軍で正式採用され軍では代表的な軽機関銃となった。1931年に入るとラティはそれまでフィンランド軍では正式銃機関銃であったマキシム銃機関銃の欠点などの改良を行い M32 重機関銃として軍に正式採用されている。その他にも拳銃ではラハティエル -35 対戦車ライフルであるラハティエル -39 追戦車銃の設計も行い、後の冬戦争や継続戦争で活躍している。ありがとうございます。